こんにちは。講師を務める東北キリタンです。今回はイタリア語の基本の過去形である半過去と近過去の違いを理解するのがどうして難しいのかという理由を解明していきたいと思います。ちなみに当チャンネルでは以前にも半過去と近過去の違いを比較した動画を出しています。この動画の説明欄にその動画の URL を貼っておくので、近過去と半過去の違いを知りたい方はよろしければそちらの動画をチェックしてみてください。ではまずは一般的なイタリア語文法書に記述されている半過去の用法のおさらいからです。大体ほとんどの文法書には半過去は何々していた、何々の状態であったという過去の継続や習慣、状態を表す未完了の過去という説明がされています。また半過去の使用上の注意点として、半過去は過去の動作の終点や結果がわからない年、期間や終点が明示されている時には近過去を使うとされています。では本題に入ります。まずは半過去の比較相手の近過去の例文から見てみましょう。Ieri sera ho mangiato le lasagne. 昨晩私はラザニアを食べました。こちらは昨晩という終わりのわかる期間が明示されているので、完了過去である近過去が使われています。次は半過去の例文です。 Ieri sera guardavo la TV. 昨晩私はテレビを見ていました。はい、この文は昨晩という期間が明示されているのにもかかわらず半過去を使ってしまっています。先に結論から言うと、この文が絶対に間違っているとは言えないけれど、この文だけならちょっと変です。ところでイタリア語の文法書には半過去は過去について語る時にも使うとも書いてあると思います。でも近過去だって過去について語る時に使いますし、結局教科書に載っているいくつかの短い例文を読んでも半過去と近過去の明確な差は分かりにくいままです。でも分かりにくいのが普通です。というわけで、この私がイタリア語のテキストを進めるだけではどうして簡単に分かるようにならないのか、その理由を説明します。個人的に半過去と近過去の違いが分かりにくくなっている原因は主に2つあると思っています。まず1つ目は、主にイタリア語の新聞などでは近過去で表現できる動作も半過去で表現されているからです。これはまさしくさっき言った過去について語る時にも半過去を使うという習慣からだと思います。例えば次のような語りです。 Ieri sera tre uomini mascherati assaltavano l'ufficio della banca. Ma il sistema di sicurezza funzionava e sono fuggiti. 3人のマスクをかぶった男たちが銀行のオフィスを襲撃したが、セキュリティシステムが作動し彼らは逃げ出した。とまあこんな感じで過去の出来事について語るわけですが、この文の半過去の部分を近過去に置き換えることもできます。Ieri sera tre uomini mascherati hanno assaltato l'ufficio della banca. Ma il sistema di sicurezza ha funzionato e sono fuggiti. このように半過去を使わずに近過去を使っても同じような文は作れます。こういうこともあって半過去と近過去、どちらが適切なのか、一人で勉強しているとわからなくなります。というわけで、これが一つ目の原因、近過去で表現できる動作を半過去で表現されているから、というやつでした。二つ目の理由は、実は日常会話で半過去の文が単独で使用されることはほとんどない。それなのに、誰もそのことを教えてくれないからです。よく思い出してほしいのですが、教科書には次のような感じの半過去の例文がよく載ってますよね。Mentre guidavo la macchina, ho visto un cagnolino molto carino. 車を運転している時に、めっちゃ可愛いモフモフを見た。Quando ero in Francia, ho visitato tanti musei. フランスにいる間に、私はたくさんの博物館を訪れた。このような例文、教科書によくありますよね。で、これらの例文を文法的に難しくてよくわからんという人はあまりいないと思います。車を運転するのは継続した動作で、その動作の間に犬を見たってことでしょう、というように理解すると思います。その通りです。でも、この動画で私が説明したいのはそこではありません。もう一度これらの文をよく見てほしいのですが、これらの文には動詞が2つも使われてるんです。ここが大事なんです。さっきの男たちが銀行に襲撃したという例文でも動詞を3つも使っていろいろ語ってましたよね。
さて、私はハンココが理解しにくい二つ目の理由に、実は日常会話でハンココの文が単独で使用されることはほとんどないことを挙げました。ここで最初の方の例文を見てみましょう。Ieri sera guardavo la TV。 この文の言いたいことは伝わりますが、テレビを見たことだけを言いたいなら、普通のイタリア人は Ieri sera ho guardato la TV と言います。でも、半過去を使った文が間違いでないと思う理由は、普通の日常会話ならこの後に続けて話が展開されていくからです。例えば、次のような感じで Ieri sera guardavo la TV e ho visto Leonardo Pieraccioni che promuoveva il suo nuovo film。 昨日の夜はテレビを見ていてね、レオナルド・ピエラッチョーニが新作映画の宣伝をしているのを見たよ。この場合だと、過去の出来事について話を展開していく会話文の途中で、半過去と時間を表す表現が同時に使われていても、誰もおかしく思いません。でも、昨日の夜テレビを見ていたの部分だけを切り取り、その分のみをフォーカスして見てしまうと、近過去の方がいいんじゃないのか、どうして半過去で OK になっているんだろう、と考えてしまうわけです。ここでもう一つ参考例を挙げてみます。Dove eri ieri pomeriggio? 昨日の午後、どこにいたの？ Ero in centro。 中心街にいたよ。日常会話でありがちな内容ですが、期間を明示する単語が含まれているので、この質問文は近過去を使った方がいいように思えます。しかしここにも、ちょっとしたからくりがあり、それゆえに、半過去が適切なのか、近過去が適切なのか分かりにくくなっています。まあ、結論から言えば、この文であれば、質問の仕方は異なるけれど、最終的に得られる情報は同じです。言葉は、我々人が扱うものであり、人は、基本的に面倒くさがり屋です。イタリア語文法的には、Dove sei stato ieri pomeriggio? というのが、本来のあるべき姿なのでしょう。一方で、Dove eri ieri pomeriggio? と言ってしまうのは、例えば、Dove eri quando ti ho chiamato ieri pomeriggio?昨日の午後、君に電話した時、どこにいたの？のように、質問者が脳内で、昨日の午後のある時点をイメージしながら、話しているからです。でも、人はめんどくさがり屋なので、君に電話した時や、16時などの、細かいことを省略してしまい、常に完璧なフレーズで話しません。でも、回答者は、質問者の意図を汲み取るべきです。そして、質問者に半過去で聞かれているので、自動的に、半過去で返答します。あなたも日本語で、ねえ昨日はどこに行ってたの？と相手に質問しませんか？別に、ねえ昨日はどこに行ったの？と質問してもいいと思いませんか？どこに行ってたの？と聞けば、動作の継続性と、すでに何か知っていながら質問しているように感じ取りますし、どこに行ったの？と聞けば、ただの完了した経験を聞いているように感じますよね。でも、日本語の日常会話でその差を敏感に感じ取って話している人いますか？多分少数派だと思います。イタリア語だって同じです。昨日の午後、相手がどこにいたのかという情報を得るための聞き方がちょっと異なっているだけです。でも、こういう差の説明ってかなり難しいんです。だから、普通の真面目な教科書ではこの説明をしてくれません。さて、さっきと同じような文法構造でも、場合によっては近過去と半過去で聞きたい内容に大きな差が生まれます。例えば、Dove sei stato l'anno scorso? 昨年、君はどこに行ったの？ Dove eri l'anno scorso? 昨年、君はどこにいてたの？これらの場合だと、日本語でも違いを感じませんか？例えば、近過去を使った文だと、どんな場所に行ったのか、君の経験を語ってちょうだい、という意味に捉えられます。そういう、経験を質問をしたい時にこそ、近過去を使って表現します。故に、帰ってくる返事には、アメリカに行ったし、マレーシアにも行ったし、イタリアにも行ったよ、のような回答を期待しています。一方で半過去の文は、君を見かけなかったけど、一体どこにいたんだい？というような感じで、どこに滞在していたのかを聞いています。なので、期待している返事には、カナダに留学していたよ、とか、仕事で長い期間イタリアにいたよ、のような回答を待っているわけです。まあとにかく、質問者はほぼ必ず、括弧内のような前提、つまり、他の文や、細かい情景描写と組み合わせて、半過去を使ってきているはずです。それをちゃんと口に出して言うか、そうでないかは人それぞれですが。
はい、このように求める答えが異なるならば、本来は聞き方も異なって当然です。でも、昨日のような短い期間であれば、多少聞き方が異なっても返ってくる答えは、大体同じになります。それが、都市単位になると、聞き方次第で、回答者が答えなければならないと感じ取るものが変わってくるので、近過去と半過去の使い方の違いを理解しておく必要が出てきます。はい、ここまで長くなりましたが、半過去が近過去で表現できるところで使われていたり、言葉足らずで、ぱっと見は、文法的におかしい文で、半過去が使われている場合も多いので、半過去と近過去の違いを独学で理解するのは難しいというお話でした。以前投稿した過去形の比較動画と合わせて見てもらうと、イタリア語の半過去と近過去の理解がさらに深まると思うので、よかったらそちらの動画も見てください。あと、今回は尺の都合で紹介できませんでしたが、ネイティブのイタリア人が日常で使う半過去の用法を紹介する動画も作る予定をしています。はい、それではまた、次の動画でお会いしましょう。